あら、メルルちゃん。もうすぐ式が始まるわよ。はい。でも私、エスティさんに会いたくて。私に？おかしなこと言うわね。他に会いたい人がたくさんいるんじゃない？ いえ、エスティさんに会いたかった。お礼言いたかったんです。私がこの日を迎えられたのはエスティさんが見守ってくれてたおかげですから。ありがとう、エスティさん。式の前にわざわざお礼を言いに来てくれたの？ちょっとやめてよ、そんなに改められたら私嫌ね。最近涙もろくなっちゃって。でもありがとう、こんな風に言われるとは思ってなかったから。ついね。エスティさんみたいに強い人でも涙ぐんだりするんですね。ちょっと意外です。あら、それってどういう意味？鬼の目にも涙ってこと？ごめんなさい、そういう意味じゃないんです。その私もエスティさんみたいに強い女性になりたいなっていう意味で。私みたいに？悪いことは言わないわ。それはやめておきなさい。私みたいになるといろいろ大変よ。そうですか？仕事がバリバリできて戦っても強くて、私の理想なんですよ。強いってのもよしよしよ。女の子は少しくらい隙があった方がモテるんだから。そうかなさあ、そろそろ時間よ。式に行ってらっしゃいな。お話はまた後でね。はい。